カステヤノス刑事。誰かの記憶。うなされていたようですが、悪い夢でも。はあ。記憶というのは曖昧なものです。時に記憶は書き換えられてしまう。だから大切に扱うべきです。よせやめろ、よせやめろ、よせやめろ、よせやめろ。幽霊でも見たような顔ですね。待てよ、あの建物には見覚えがある。来たことはないはずだが。待て、畜生。今度は一体。グリーンジェルを使ったらいかが。
なんだこれは。被験者番号58、実験番号92A、全局1、M33、痛みの領域、効果なし、大脳新皮質の承諾の領域、F7 の方が効果ありと思われる。実験は部分的に成功。被験者の人格は残存したままである。何か動き出した。ここが君が言ってたいわゆる聖域かね。個人の研究室か。君は大したものだ。どうして戻ったんだ。僕は許可していないぞ。同じ科学者仲間じゃないか。科学者は知識の探求に打ち込むものだ。君の研究を見せてくれたら私もいろいろと。きっと気に入らない。君悪がられる。一般人が君が悪いと嫌悪感を抱くようなものを研究するのが科学だ。私も多くのものを研究してきた。君が悪いもの。僕を化け物だと思ってるんだ。見かけばかり気にするのが君の悪い癖だ。大事なのは頭脳、たったそれだけなんだ。一人はマルセロ、もう一人はルビク。同じ赤い液体のよう。
またか。被験者番号12、実験番号 71B、 電極 1A の2、感情と記憶を司る扁桃体、恐怖を感じるこの領域に刺激を与える。やめてくれ。被験者は私の感覚を共有だが、この容器ではその心理的負荷に耐えられない。だけど僕は消えはしない。戻ってきたよ父さん。刺激は期待ほどではなかった。被験者は叫び続け、あっけなく死んでしまう。設定の調整次第で良い結果が得られる。唯一の問題はどの領域に集中するかだ。恐怖、希望、承諾、信頼、嫉妬、この中の重要な3つが心の扉を開ける。
験者番号14、実験番号 88C、プライミング3回目。電極 1C の4、体上界を刺激する。希望の領域だ。希望を与えることで被験者への支配力は高まる。だがそれだけでは十分ではない。今年は君の家族から病院に寄付が来ていないようだ。なぜ寄付する？寄付に値することを病院がしたのか？ビクトリアの家は病院にとって貴重な寄付者だったんだが。ご両親は？もういない。いつ戻るんだね？まだ何か言いたいことがあるのか？君に伝えに来た。もう病院から君に支援することはできないと。素材の提供もだよ。君の研究ももう終わりだよ。よくもこの僕を脅迫できたな。綺麗に切る。最後まで。君を治す方法など存在しない。綺麗な皮膚を剥がす。頭もない。ルビ君。
ここに導いたのはなぜだ。息が聞こえるもの。金持ちのバカめ、俺たちの土地を買い漁って俺たちのもんだと思い知らせなくちゃな。ガキがいるみたいだぜ。何も聞こえねえな。早くここから出なければ。あそこだ。Ugh!
回復しないと。子供たちに会いたい。ベアトリス、何度も話したじゃないか。たまに声が聞こえるの。近い。